ンバーはゆずの栄光の架け橋。イントロホキ流してからね、化粧もしてね、始まります。時刻は8時を回りました。 FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。3月11日マイオアシス、これから2時間生放送をお送りします。それでは本日のオープニングナンバー、ゆずの栄光の架け橋。喋ってる時が、うん、そっか、こっちは全然なの、他のところ、あ、これでいいんじゃない。あれ、ミクはどれ、自分は普通にこれから、うん、いつものところアウトから、これでやってみる。あ、やるでしょ。ギリギリに決めて終わりにはいいんじゃないか、この選挙。髪型かっけーね。これさ、デイジ長いわけ。4分半あるわけさ、だからある程度2番、ある程度終わったら目が閉じそうだけど大丈夫。どうしようかな、メッセージ、まあ途中で来てもいいか。目が開いたらもっとかっこいいよ。目が開いてない。かわいいな。
あるんだけどね、もちろんね。そんなんないかね。はてはて。はてさて。さてはて。改めまして、FM コザをお聞きの皆さん、おはようございます。3月11日、マイオアシスの時間です。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM コザのスタジオから、私、田辺ゆきがお送りします。さて皆さん、1週間ぶりですね。1週間いかがお過ごしでしたか？ちょっとね、今日とか昨日は、寒いですね。寒の戻りってやつですね。そしてこの寒い時期に限って毎年受験なんですよね。受験生の皆さんは本当に今日も頑張ってください。今まで頑張ってこられた自分の力をぜひ出し切ってくださいね。そしてその受験生を支えておられる家族の皆さんもそわそわしがちかと思うんですけど、安全な一日をお過ごしくださいね。そして寒いといえば、今日の東北のお天気はどんなでしょうね。今日の寒さというのは4年前の寒さもこんなぐらいかなっていうふうに想像できると思うんで、行かれてる方もいらっしゃると思います。今日はこの後、2時間生放送なんですが、9時台には、リスナーのアルゴさん、アルゴ特派員による現地レポートもお送りしていきたいと思います。で、それからいつものように、今日のテーマを設けていますので、ぜひメッセージやリクエストを受けたいと思います。で、今日のテーマは変身。こんな自分になりたいっていう、こんなどんな自分に変身したいかとか、もうすぐ新生活が始まるという方もいらっしゃると思うので、新生活が始まる前のこの時期から準備をしていくと華麗な変身ができるかもしれないということで、新生活に向けてこんな風に自分はなりたいなっていう自分の理想とか目標とかありましたら、ぜひ教えてほしいなと思います。それではメールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp。 またメッセージやリクエストは FM コザのホームページから直接送ることができます。番組表の番組名をクリックしていただくとメールフォームが開きますので、そちらからもお気軽に参加してくださいね。そして FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM コザのホームページから簡単にリンクされてますので見ることができます。そちらもお楽しみください。それでは今日は、この今週も先週も今週もこの同じようにこのスタジオに来て喋れるというこの日常に感謝しつつ、変化、変身についてメッセージなどありましたらぜひ送っていただきたいと思いますので、今日も8時から10時までの2時間生放送、元気に楽しくお送りしていきます。皆様最後までお付き合いください。BGM が終わった。焦った。ですかね。そう、お天気とかもう、そうそうだね。この初見さん、ヤングさん、おはようございます。はじめまして。リスさん、寝るラジオじゃないです。頑張ります。
はい、起きるラジオで朝なのでうんちゃん今日も元気よくハロハロハロピーハロハロハロピー、今日もテンション低い早見さんバリリーザゲームだったよこのオープニングもちょっと投げてたの分かった無理やりテンション上げてますねっていうボレとかありがとうございます、自分に言ってるみたいな、起きろ起きろでこの CM の間にだれてるから次失敗するんだ、また天気と道路、曇りだ、時刻は8時11分を回りました。この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気からです。3月11日今日の沖縄地方のお天気は曇り、北の風曇り、波4メートル後2メートルの予想です。うねりを伴う予想です。降水確率は午前中 10%、 夕方6時までが 0%、 6時から深夜までは 10% の予想です。那覇の予想最高気温は日中17度となっております。沖縄本島地方の沿岸海域ではうねりを伴いしけています。しけや波の高い状態は11日夜の初め頃まで続く見込みです。海上や海岸付近ではうねりを伴う高波に十分注意してください。沖縄地方は寒気や気圧の谷の影響で曇っています。11日の沖縄地方は寒気や気圧の谷の影響により曇りで、先島諸島では夜は雨の降るところがあるでしょう。明日12日の沖縄地方は気圧の谷の影響で曇りや雨となる見込みです。沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴い、沖縄本島地方と大東島地方ではしけており、先島諸島では波が高くなっています。海上や海岸付近ではうねりを伴う高波に十分注意してください。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道から。現在沖縄北インターチェンジから北向きに少し渋滞が見られます。次に夜間インターチェンジ付近、南向き渋滞が少し見られます。続いて一般道をお伝えします。北中城村330漬け欄交差点から北向き渋滞が見られます。同じく北中城県道81号線戸口交差点から普天間、失礼しました、石田交差点向き渋滞が見られます。続いて宜野湾市前原交差点から大蛇名交差点向き県道34号線渋滞が見られます。次に浦添市国道58号線ぐすくま交差点付近渋滞しています。皆様気をつけて通行してください。以上道路交通情報をお伝えしました。
FM 小座から見えるお天気ですが、やはり曇っていますね。でもちょっと明るいですけどね。そして道路の方、国道330、北向きはスムーズですが、南向きやや渋滞しているのが見えます。今日も一日安全運転でお過ごしくださいね。それでは、ここで、ツイキャスにメッセージ来てますので、ちょっと読みたいと思います。NUJJ さん、おはようさんです。おはようさんです。ダニエルさん、おはよう。おはよう。その他、おはようございます。おはようございます。長英さん、おはようさん。おはようさん。リスさん、おはようございます。髪型かっけえね。はい、画面にはかっこよく映ってるみたいでよかったです実はボサボサです。AKB ファンさん、ゆきちゃん、めぐ、ツイキャスの皆さん、おはようさま。おはようさま。そして、今日はそう、ちょっと寝坊しまして、起きるのがで、家を出る20分で家を出てきたんですけど、ちょっと目があんまり開いてないということで、でも頑張っていきたいと思いますはい、今日は、私田辺ゆきがパーソナリティでやっていきたいと思います。はい、それではここで、このコーナー、みんなで元気に、うちなぐちラジオ体操の時間やいびん。そうよ、ふうがなびら、ラジオ体操第一、初めてなびなさい。けんなおめえからワービンかけて、のびのびと背伸びの運動からさい。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、ティーフサの運動、けんなおひみそうち、ひさのまぎのばし運動さい。イチチ、モーチ、ナナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、けんなみぐらしみそうり、ふかんかいみぐらち、うちんかいみぐらち、いちち、もうち、ななち、やーち、ティーチ、たーち、みーち、ゆーち、いちち、もうち、けんなの運動、ひさひらち、ゆくんかいふみそうり、いちち、もうち、ななち、やーち、ティーチ、たーち、みーち、ゆーち、いちち、もうち、どういくんかいちんまぎる運動さい。みーち、ゆーち、いちち、もうち、ななち、やーち、きーち、たーち、おじいにんといびんな。めーしちゃんかいまぎやびんど、さんかい。てぃがまくんかいてて、ふしんかいのばしみそれ。きーち、たーち、みーち、ゆーち、いちち、もうち、けんなふやなかいどうねじる運動さい。ひじゃい、にじり、ひじゃいにまぎこう、ならち、やち、にじり、ひじゃい、にじり、ひじゃい。ひさもどち、ティーフザの運動。ティーチ、タッチ、ビーチ、ユーチ、エチチ、モーチ、ならち、やち、ティーチ、タッチ、ミーチ。おばあくしやまちえないびらんど。ひさいくんかいんじゃち、ななめしちゃんかい、正面けんかて、にはいん、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、けんなふやなかい、どうみぐらする運動さい。ミーチ、ユーチ、ならち、やーち、ミーチ、ユーチ、ひさむとさなかい、タッチのいささなかい、とびみそうれ。ひらちゃい、閉じたい、ひらちゃい、閉じたい、テンション上げみそうりょうさい。ティーフサの運動、みーち、ゆうち、いちち、もうち、ならち、やーち、ティーチ、たーち、みーち、ゆうち、いちち、もうち、のびのびとふいちさびら。4の1すうて、8じゃすん。Teach, touch, meet, youth. 中心地端で頑丈さし、君そうりさい。
子のガーネット。え、奥花子。奥花子。ガーネット。OK。はい。それではここで一曲お届けします。奥花子、ガーネット。だいぶ朱色になってるよ。ついたせ。いいね。奥花子いいね。あ、ユーミンさんかな。おねんこクラブのジャーニー。AKB さんのリクエストあったよ。え？エグザイルが進む。その前に何か。なんて？ツイッターして。今聞いたから語ること。誰の曲？AKB。あ、AKB の？キラが。手のひらって一文字の手だな。あ、次新聞。
間違えた。CM 新聞だよね。今新聞間違えた BGM。 間違えた。はい、行きます。時刻は8時25分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面から。辺野古桟橋防衛局の図面、県にも改ざん資料、防衛省今後は適切に。名護市辺野古の新基地建設に伴い、沖縄防衛局が設置した環境監視等委員会への配布資料を同局が一部書き換えて公開した問題で、同局が県に提出していた資料も3本の仮設桟橋岸壁を1本に改ざんした内容であったことが10日明らかになりました。県に変更の説明はありませんでした。中谷元防衛相は同日閣議会議後の会見で、今後は適切に対処したいと釈明しました。同日の衆院予算委員会分科会でも政府は説明に追われました。説明なく一部書き換えられた資料を提出されたことについて、沖縄県側は委員にもしっかり説明すべきだったのではないかと指摘しました。同局へ事実関係照会の必要性もあるとして、提供資料を詳しく確認する考えです。沖縄防衛局が9日にホームページ上で公表した環境監視等委員会への資料配布資料と議事録について、県は今年2月2回にわたって提供を要請しました。今月6日、同局から文書で受理しました。中谷防衛省は10日の会見で、専門家の方々に配慮が欠ける部分があったかもしれないと不手際を認めました。10日の衆院予算委員会の分科会でも、共産党赤嶺衆院議員の指摘に対し、防衛省地方協力局の山本次長は、委員会の信頼性に疑義を与えたり、県民に誤解を与えたとすれば本意ではない、公表にあたり訂正も合わせて記載すべきだったと対応のまずさを認め、改善する必要があるとの考えを示しました。続いて、今日東日本大震災から4年、行方不明者なお2584人。東日本大震災は発生から11日で4年を迎えます。警察庁によると、岩手、宮城、福島の被災3県を中心に、行方不明者は3月10日現在なお2584人に上ります。震災による直接死は15,891人。この1年間で行方不明者の減少は49人にとどまります。親しい人を失った悲しみは言えず、地域や住まいの再生再建などの真の復興への道はまだ遠いでしょう。沖縄電力福島第一原発事故の影響も続き、住民を苦しめています。11日は各地で追悼行事が開かれ、祈りの一日となります。被災地では住宅再建のため土地のかさ上げ工事が行われていますが、建設資材や人手の不足などで災害公営住宅を含む住宅建設は思うように進まず、宅地造成の完了は昨年末時点で約3割です。完了した土地にも空き地が目立ちます。
住まい再建で暮らしを安定させるにはほど遠い状況です。津波被害が多かった沿岸部の一部では、内陸部に比べて住まいの再建が遅れるなどの格差も出ています。各地の仮設住宅は空き家も目立つようになりましたが、2月末時点で岩手21,930人、宮城34,648人、福島23,794人の計83,772人が未だ仮設住宅で暮らしています。続いて琉球新報、総合面からです。辺野古抗議ボート排除中、海保艇男性に追突。米軍普天間飛行場移設に伴う新基地建設が進む名護市の大浦湾で10日、建設に抗議しようと臨時制限区域を示すように設置された浮き具を越えた男性2人の乗ったゴムボートに、後方から追走した海上保安庁の特殊警備救難艇アルタイル約5トンが衝突しました。ボート後部に乗っていた男性にアルタイルの船首が乗り上げました。男性に大きな怪我はありませんでしたが、左肩の痛みを訴え、潰されると思ったと恐怖を感じたといいます。続いて沖縄タイムス地域面からです。出前児童館友達増えた、沖縄市 NPO10 カ所で開催。子どもたちに遊びや学びのプログラムを提供し、島くつばの継承普及活動にも取り組む沖縄ハンズオン NPO が市内の公民館などで出前児童館を開き、地域の児童たちの交流の場を設定しています。出前児童館は沖縄市の市出前児童館キッズデポ事業です。毎週月曜から土曜日の6日間放課後を中心に、市内の旧公民館と市芸能館で出前児童館を開催しています。遊びや地域文化などをまだ学んで、自尊心を育み、表現力などを養い、みんなで達成感を共有することを目指しています。ハンズオンの岸本さんは、子どもたちの居場所づくりをしながら、世代間交流での遊びを通してコミュニケーション力や地域の文化、歴史を学んでほしいと期待しています。続いて沖縄タイムス地域面からです。沖縄から届け、復興を祈る4000本、三郷でキャンドルナイト。沖縄市の三郷公園通り会は8日、同公園で東日本大震災の復興を願うキャンドルナイトを開催しました。集まった地域住民らは、4000本のろうそくが彩った明かりに、一日も早い被災地の復興を記念しました。イベントは東日本大震災の被災地に支援と心を届けることを目的に2013年から開催しています。義援金の募集や被災地の現状を紹介するパネル展、地域の学生による音楽演奏やダンスの披露がありました。三郷小の児童による頑張れ東日本などのメッセージが書かれたろうそくは午後6時過ぎに点灯されました。福島県で被災し、2011年10月に沖縄へ移住した亀山さんは、被災は誰にでも起こり得る、万が一の事態に備え逃げる方法などを日頃から考えてほしいと話しました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えしました。この後はテーマトークです。今日のテーマは変身。こんな風に変身したいなとか、こんな風に自分が
飼われたらなっていう目標などありましたら、ぜひ送ってください。メールをどんどんお待ちしております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp。 それではチャンネルはそのままで。違うからね。バテナで疲れてるって、これは顔からですかね。これからだったらまず顔からだったらしょうがないです。なんで疲れてるではないと思うんだけどな。寝坊したって言ったからじゃないな。このために走っていこうかと思いました。サメのサメ。さて、今日のテーマは変身、こんな自分に変身したいなどがテーマです。時刻は8時37分を回っております。さてさて、早速メール来ています。ありがとうございます。ゆきさん、めいぐーさん、おはようございます。沖縄市のみんみんです。おはようございます。寒さが戻ってきましたが、体調気をつけていきましょうね。そうですよね。みんみんの変身は、今まで経験できなかったことに4月から少しずつではありますが、取り入れながら変身していきたいと思います。一つ叶った変身としては、マイオアシスのリスナーとしてみんみんの私がいるのが一つなんですよ。確かに変身しました。どんな変化だったんでしょうか。もうちょっと詳しく聞きたいな。マイオアシスはいつから聞いていただいてるんですかね。なんかでもすごいいいように影響してるような感じが伝わってくるので、とっても嬉しいです。ありがとうございます。リクエストはメイグさんお願いします。それはおにゃんこクラブのジャーネで、なければお任せです。よろしくお願いしますねって、で後でかけたいと思います。もうちょっとよかったら詳しく教えてください。ありがとうございます。続いて、早見神吉 AKB ファンさんからです。めぐーゆきさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。通勤ラッシュ電車物語って言いたいところですが、今日は 3.11 東日本大震災4年のためお休みします。なんでいいと思うけど待ってたんじゃないみんなテーマは後で送ります。リクエストは AKB48 手のひろが語ることなかったら、 EXILE 淳ふるさとなかったら、ゆきさん生歌でふるさと歌って、めぐよろしくってことです。はい、探しますね。ありがとうございます。続いて
勝ち、続いて勝ち、続いて同じのばっかり開けてます、すみません今続いてみっちゃおじさんからです。ゆきさん、めぐみちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。昨日も半袖制服で元気に働いていたえみっちゃおじさんです。さすが、あの半袖、まあ、このぐらいの寒さでも、まあ、半袖の人ちらほらいますよね、沖縄。私はこのぐらいの寒さで半袖着て元気にやってる人見るの好きです。すごいこっちまで元気になるんでね、はい、少し痩せたから寒さを感じるかと思ったら痩せる前と変わらず快適に過ごせましたよ。やはり私は変態かもです。いやいや、そんな、寒さ、そうですか。あんまり、なんていうか。いやいや、いいと思います。体温が高いっていうのは健康だと思いますので、本当にね、体温が低いといろんな病気も出るってね、聞きますからね。もう全然いいことだと思います。羨ましいです。あと、昨日から明日まで、9時から会社なので、帰ってからユーストリームで録画放送を見ますね。はいはい、ぜひぜひお願いします。さて、今日のトークテーマは変身ですか。まさに今年の私は今までの自分を変えようと努力している最中です。肥満児と言われ、早40年。このタレパンダのようなタプタプとしたお腹も、今年こそはおさらばしたいのです。高血圧で薬で治療しているし、ちょっと歩くだけでぜいぜい息切れして動悸が大変でした。家族のためにも健康な体に変身させたいと思ってますよ。そっか。ね、でも、体温高くて元気そうなんで大丈夫そうだと思うんですけど、そっか、でもね、わからないですよね。体重が重いと歩くのをハーハーしたりね、うちのおばあちゃんもそうだったんですけどね、足にこの、体重がかかって膝が痛かったりとか言ってたんでね、そういうのあるんでしょうね。自分のこのちょうどいい体重っていうのは自分しか多分わからないと思うんでね、自分が気持ちいい体重まで落とせたらいいですね。そっか、健康になりますように私も祈ってますよ。頑張ってくださいね。はい、それではこの辺でリクエストのあった曲用意できました。はい、それではみんみんさんからリクエストがありましたおにゃんこクラブのじゃあねを聞いてください。山内さんは大きいマーク2って言ってる。ああ、こっちが普通じゃないの。普通。大きいマーク2。大きいカップでしょ。大きいマーク2。大きいマーク2。大きいマーク2。このカラオケ大会行ってたんだ。多分あの人かな。あ、わかるんだ。あの一緒に見てた人がいたわけさ。リスナーさんですって。リスナーですって。後ろにいた男の人かなと思ってるんだけど、ちょっとじゃあやつもレベル高くない？
時刻は8時47分になるところです。それではここでツイキャスを紹介したいと思います。米沢さん、和夫さん、放送用の声とオフの声がちゃいますな。オフの声は低音で玉尾さんみたいって来てます。私のツイキャスはね、CM 中とかも喋ってるんですけど、放送中の声と確かに違えてますでも玉尾さんっていうのはうふふふの玉尾さんですよねそんなまでですかねどうでしょうこの切り替えはい、そんなことも楽しんでいただければと思いますありがとうございます。それでは続いてメールも来ております。これはまたさっき読んだポチ。これは、FM コザ大大大好きアッキーさん、ゆきちゃん、めぐちゃん、おはようございます。おはようございます。曲だけお願いします。ピットブル、ジェニファー・ロペス&クラウディア・レイテ、ウィアワンできてます。読み方合ってるかな、探しましょうね。ありがとうございます。続いて、ゆきちゃん、めぐさん、スタッフさん、リスナーさん、おはよう。おはよう。お疲れ様。なんかゆきちゃんいつもよりテンション高くない？笑い。思い過ごしかな。どうでしょう。いや、毎回ね、自分の、放送した後、一応反省しようと思って、CD 焼いてもらって、聞いたりしたら元気がなくて嫌な声だなと思って、ちょっと頑張ってテンション高くしてます。はい、元気に聞こえたら嬉しいです。カラオケ大会の喝采かっこよかったよ。ありがとうございます。カラオケ大会来てくださったんですね。そう、千秋直美さんの喝采をなぜか歌わせてもらったんです。コザのね、街中カラオケ大会っていうのがあって、もうさすがもう芸能の街コザで、本当にもう皆さんなんかもう見てて楽しいんですよ。もうなんかショーを見てるみたいで、もう超みんなエンターテイナーでしたよ。もう私なんかもうたまたま出ましたみたいな感じで、もう恥ずかしかったんですけど、でもかっこよかったということでありがとうございます。そして今日のテーマ、返信。思い出す最初の返信は、ずっとずいぶん前にピアスの穴開けたこと。自分で開けたからピアスつけた後にいつもかぶれるから皮膚科に行かんと。おお、最初の返信、どれぐらい前だったんですかね。ピアスいいですよね。今まではそれほど返信願望は強くなかった。でも去年から返信して、見た目が変わると内面も変わるかなっていくつか試してるよ。髪の毛を明るく染めたり、濃かった腕の毛を脱毛とか、こうやって明るく元気で積極的な性格になれるといいな。そうですよね。まずこう外見で人はね、パッと印象付けるじゃないですか。だからね、外見から変わるっていうのもすごい大事ですよね。なんかちょっとした気遣いでね、印象が良くなったりすると思うんで、でそれがまたね、相手にも伝わるし、で相手の反応を見て自分も気持ちよくなったりしてね、すごくいいことだと思います。元気な感じにね、見られたらいいですよね。そして震災から4年、なんかあれからいろいろなことがあって、もっと時間が経っている感じがするけど、まだ4年、
復興が進んでいないって聞くと気がめいったり、無力感から目を背けたくなる。あーダメ、ちゃんと関心を持ち続けないと。アルゴさんお疲れ様です。俺も見習って行動しなくてはってことですね。あの4年経ってこう、目を背けてると本当に忘れそうになるんですけど、時々やっぱり当事者の声とかを聞かせてもらうとね、もう本当に終わってないんですよね。でこうやってアルゴさんみたいに自分の、ちょっとまだお話聞いてないですけど、後であのアルゴさん現地に行かれてるということで、今日はリスナーさんのアルゴさんなんですけど、勝ち、後でお話お伺いしたいと思いますのでね、現地どんな状況になってるのかぜひ聞きたいと思います。やっぱり生の声聞くっていうのが一番大事じゃないかなって私は思います。なんかあの自分でできること探して本当にやりたいなと思うんですけど、やっぱりあの当事者じゃないので、私はその実際に、ひどい状況にあった人の声をまず聞いて、そこから想像力を働かして自分が何ができるかなってことを考えていくのがいいのかなと思います。はい、それからリクエストもありましたよね。どこだ、はい、サザンオールスターズの希望のわだち、鉄わだちをお願いしますってことで探したいと思います。ラジあすいません失礼しました。ラジオネーム大木マークトゥーさんからでした。大木マークトゥーさんありがとうございます。また何か思いついたらぜひ送ってください。さてさて、ここで曲いきましょうか。それではアッキーさんがリクエストされたピットブルの We Are One を聴いてください。AKB ファンさんごめん、順番間違えた。何だろう、何だろうな、人魚になりたかった。人魚になりたかった。人魚、人魚姫呼んで、はい、マジディズニーのセラフのやつ、切ないやつだ。
でしか出てこない。ああそろそろ結構あれ見えない方ね。そう見えないで、そろそろ行くよ。あ1時間経つのにまだこれあ、AKB ファンさん曲があるんだよね。あるよ、後でかけるよ。すいません、あります。ごめんね、後でかけます。ごめんね、すいません。はい、かけよう。うん、1分2分切ってる。いくよ。はい、時刻は8時57分を回っています。続いてメッセージまだ来てるので紹介していきたいと思います。今日は変身っていうテーマなんですけどね。あと震災に関する思いでも何でも送ってくださいね。ゆきさん、めぐさん、おはようございます。曜日限定雨男のマーデーですね水曜日雨男のマーデーさん、おはようございます。いきなりブラックな内容なんでスルーしてもいいんですけど、僕はですね、絆って嫌いなんですよ。何が頑張ろう日本、何が頑張ろう東北、被災地の方々、僕たちの想像できないくらいの状況だと思います。ボランティアに来てくれた方々全ての方がそうではないはずですが、被災地の方々の傷口をえぐる行動が多々あるらしく、良いことしている方だけを記事や雑誌に載せ、被災地の方々へのマナーは語られません。もちろん僕も被災者ではないので、できることはビビったることです。でも生半可な気持ちでボランティアはしたくありません。気分を不快にした方々がいらっしゃったら申し訳ないですということで来てます。本当にね、本当にね、自分は体験してないことで、ボランティアって言ったら本当軽い気持ちで行かれる方ももしかしたらいるかもしれないですよね。で特にそういう方々まで報道はされないんでわからないですけど、もう本当に想像で絶するんですよね。昨日もちょっと生の声を聞かせてもらったんですけども、ものすごい思い出してすごい表情されてたんですよね。だからもう行って、多分そういう軽い気持ちで行ったとしても、現地に入ったら分かる人は気づくんじゃないかな。でもボランティア頑張ってる方も本当に頭が下がります。それでは9時台もお楽しみに。9時台は、あぶってないでしょ、ぶってあれ、あ、1分間違えた。時刻は9時を回りました。ここで沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。まずは今日のお天気。3月11日、今日の沖縄地方のお天気は曇り、北の風、曇り、波は4メートル、のち2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率は午前中が 10%、午後 0%、夕方6時から深夜が 10% の予想です。那覇の予想最高気温、日中は17度の予想です。沖縄本島地方の沿岸海域では、うねりを伴いしけています。しけや波の高い状態は、11日夜の初め頃まで続く見込みです。海上や海岸付近では、うねりを伴う高波に十分注意してください。沖縄地方は寒気や気圧の谷の影響で曇っています。
11日の沖縄地方は寒気や気圧の谷の影響により曇りで、先島諸島では夜は雨が降るところがあるでしょう。明日12日の沖縄地方は気圧の谷の影響で曇りや雨となる見込みです。沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴い、沖縄本島地方と大東島地方ではしけており、先島諸島では波が高くなっています。海上や海岸付近ではうねりを伴う高波に十分注意してください。以上、お天気情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道から。現在渋滞しているところは見られません。沖縄夜間インターから金インターの上り線で工事が行われております。そして金インターから宜野座インターの間、工事が行われていて規制中です。続いて一般道をお伝えします。現在北中城維新田交差点から戸口交差点向き渋滞が見られます。続いて沖縄市小屋交差点付近渋滞が見られます。皆様気をつけて通行してくださいね。以上、道路交通情報をお伝えしました。それでは、ここでメッセージが来てます。メール読みたいと思います。今日のメッセージのテーマを設けているんですけど、今日は返信、こんな自分に返信したいなとか希望願望あると思うんですけど、それをぜひ教えてくださいということで、今日はやっております。でメール早速ありがとうございます。マーデーです。テーマ返信。僕は龍が好きなんで、龍に変身できるなら変身したいですね。現実味があるのなら新しい自分に変身したいですということで、こういうのも面白いですよね。龍になりたいってね、別に叶うわけじゃないけど、想像して楽しいですよね。龍か、かっこいいですよね。なんかどんな大きさの龍ですかね。空を見上げた時に端から端ぐらいまでの龍ですかね。ね、想像なんで自由じゃないですか。そういう細かいところまでぜひ聞きたいな。私はそれを読んで思い出したのは、小さい時にお話を読んで、人魚姫のお話を読んで人魚になりたいなって思ったんですよね。お話的には悲しいんですけど、なんかこの魚のように水の中が自由に泳げて、でなんか髪の毛が腰ぐらいまで あるこのロングヘアがまた可愛いなとか思って憧れたものですね。なんかそういう想像するのは勝手なんでね、いいですよね。細かいとこまでぜひ想像して楽しんでほしいと思います。はい、それではここで1曲お届けしたいと思います。 AKB ファンさんのリクエストで、 EXILE 淳のふるさと。
夕ご飯にしとくかな。あ、じゃあ15分です。この携帯とは違う番号からかけるので、山内さんの携帯からかけるんで、それでお願いします。CM だっけ。じゃあさ、献血じゃないや、何の日やったらつなげるからさ。何の日の後だっけ。曲は怖いかな。やべ、死ぬ。あー、どうして。なんかもう聞く。どうしたらいいかな。見ればよかったな。何の日だけだっけ。今の次は何の日だけだっけ。曲時間に行くからだな。15分ぐらいって言ってるから、15分かけるからね、してるから、曲明けで、ここでってするか、曲明けでね。やべ、何がやべ。そうそうそう、ミスターがごぞごぞしてます。今週なんだよ、ちょっと。何でびっくりした。ありがとう。いい、去年の AKB48 じゃん。散々言ったのに。散々言ったのに準備してないの。まだ発表かわいいんじゃないか。なんですって。はい、いくよ。あ、これなんだ。あ、ゆうれに行きます。時刻は9時10分を回りました。この時間も元気にお届けしますよ。お相手は私、田辺ゆきです。まだまだ皆様からのメッセージお待ちしております。宛先は 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお願いします。さあ、それでは続いてこのコーナー、今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介します。3月11日、旧暦1月21日、日の絵犬。今日の満潮時刻は午前9時57分と午後10時40分です。今日の干潮時刻は午前3時54分と午後4時23分です。今日の潮回りは中潮です。1997年の今日、全日本トライアスロン宮古島大会が日本生活文化大賞に決定しました。続いて
その他の記念日です。今日は3月11日、今日はパンダ発見の日なんでしょう。かわいいなパンダどこで発見されたのかな。そしてコラムの日、源頼朝が平治の乱の罪において伊豆に流される1160年の今日、世界初のコラムがイギリスの新聞で掲載、1751年の今日、世界最大の客船グレートイースタン号が浸水、1857年。へえ、この船の浸水式って見たことあるんですけど、感動するんですよね。なんか全然自分にゆかりのない船の浸水式に行ったんですけど、広島に住んでた時に、造船が盛んなところだったんでね、浸水って進む水って書くんですけど、この初めて船が完成して水に進ませるっていう意味だと思うんですけどね、なんか感動するんですよね。きっとこの世界最大の客船だから、もうそれはすごかったでしょうね。はい、そしてから、日本最初の旅客飛行、1922年。はあ。あ、お客さん乗せて飛行機が飛んだっていうのが日本で初めてあったのが1922年の今日ということなんですね。今日の誕生日、ボッティチェリ、1444年。橋本早苗、1834年、和辻鉄道、1889年、などなど。今日の誕生花はニガナ、花言葉は質素です。以上、今日は何の日のコーナーでした。結局パンダさんは何だったんだろう。後で調べたいな。それでは、ここで一曲。お届けします。エミッチャおじさんさんリクエストのミスターチルドレン、花の匂いを聞いてください。トイレしたい、行ってくる。Thank you.
と1分40秒本当に起きとこうかな。あ、来てるの。あ、もしもし。あ、もしもし。はいはい、FM 講座の池城ですけれども、はい、今ですね、今曲かけてるんで、その曲、この曲明け、あと50秒ぐらいで曲開けるので、その後お話っていう感じにしましょうね。大丈夫でしょ、大丈夫そうです。はい、今の案件上でも大丈夫なので、はい、じゃあそのままつなげておきますので、はい、ちょっと待っててくださいね。はい、献血情報を言って「じゃあそれでは」って言ったら落とすから今。時刻は9時19分を回っています。それではここで沖縄県赤十字血液センターから本日の献血移動バスのお知らせです。今日の移動献血バスは那覇市浦添市沖縄市にお伺いしています。那覇市泉崎沖縄市役所、あ、失礼しました、那覇市役所9時から5時、浦添市金城商事9時から12時、牧港沖縄電力労働組合牧港火力会、火力分科会、あ、火力分会午後2時から5時、沖縄市三郷沖縄市水道局9時から12時、沖縄市松本中山病院午後2時から5時半お伺いします。また本日の必要本数ですが、 A 型が80名分、 O 型が60名分、 B 型が40名分、 AB 型が20名分となっております。皆様方の献血のご協力をお願いいたします。さあ、続きまして、今日はリスナーのアルゴさんが東日本のどちらかに現地に行かれてるということで、今から電話をつないで現地リポートをさせてお届けしたいと思います。もしもし。もしもし、アルゴさんですか。はい、そうです。あ、どうも、マイオアシス田辺ゆきです。あ、メールでは送ってますけど、声始めてるかもしれないです。はい、声では初めましていつもありがとうございます。今日は、あの、今日はどちらにいらっしゃるんですか。宮城県の仙台市青葉区ってところに来てます。まあ、那覇みたいなところですね。都会ですね、だいぶ。ちょっと音があんまり聞こえない。皆さん、音聞こえてますか。ちょっとし、大丈夫。ちょっと待ってくださいね、音が。あ、そうですか。これ、ちょっとお待ちください。これで、聞こえるかな。はい、もしもし。もしもし。もしもし。あ、聞こえます。はい、ありがとうございます。聞こえます？はい、宮城県に行ってらっしゃるということで、どういうことで行かれてるんですか？あ、3.11 が今日なんで、はい、昨日から宮城県に入って、ちょっといろいろ見てみようかなと思いました、はい、んですけども、はいはい、うんうん、昨日の夕方に着いたので、あんまり見れてないんですけど、うん、そういう状況ですね。まだそこまで。被災地とかまでは見てないんですけども、はい、あの、これ音響いてないです。大丈夫です。もしもし。はいはい、もしもし、すいません。どういう思いで今おられますか。ああ、
3.11 の映像とかニュースを見てたんで、はいはい、そういう痛みとか悲しみ見れたらなと思って来たんですけども、はい、まだだからそれを確認できればいいなと思ってる感じですね。まだ今のところあまり見られてないということですけども、この報道、ね、はいはい、報道をされているのと現実とで違ってることとか気づいたこととかありますか？あ、ニュースでも言ってたんですけど、あの復興格差って言って、海の方はだいぶまだあの仮設住宅らしいんですけど、自分のところは那覇のように都会なので、もうだいぶ復興復旧されていて、全然被災地という感じがしないですね。はあ、正直。あ、そうなんですか。目当てもないですね。はい。へえ。あの、現地の方とお話しされたりしましたか？ああ、昨日の夜も一応いろいろ話し切って、今日の朝も結構うろうろしたんですけども、はい、昨日は帰宅で、今日は出勤ってことで、あんまり話は聞けなかったんですけども、うんうん、居酒屋の店員さんとか、薬局の方とか、あの、ホテルの人とか、ちょっと聞けたんですけども、はい、もしも何かおっしゃってました？この4年経ってどのような、早かったか長かったかっていう形で話聞いたりしたんですけども、うん、はいはい、この辺りの方は復興が早かったせいか、早かったなっていう感じの人が多かったみたいですね。どちらかというと、うんうん、まあ、ちょっと仮設住宅の人はちょっと苦労されてるんで、ちょっと時間的に長いと感じてるかもしれないんですけども、うん、行かないとわからないんですが、うん、じゃあ結構もう、うん、日常に戻られてる感じの場所なんですね、そちらは。そうですね、もう全然戻ってますね、うん、こちらは。最近嬉しかったことなんですか、はい、っていうことを聞いた、平和だなって居酒屋の方入ってるぐらいなんで、あ、何かこうアンケートされたんですか？アンケートはい、うん、多少、はい、店長さんにやったんですけども、はいはい、そうですね、だから普通に願うことは商売繁盛という感じで、結構周りはもう大丈夫だから自分頑張ろうっていう感じなんですかね、もしかしたら。ああ、じゃあそういう方もいらっしゃるっていうことは嬉しいですね。ああ、そうですね。あの、これからの予定はどうされるんですか？ちょっと海沿いの南に行こうかなと思ってるんですけども、はい、で式典があるところを少し探して分かってるんで、うん、できたらそれに参加したいなとか、うん、見たいなと思ってるんですけども、うん、あの、ぜひいろんなところに行かれて、このいろんな人と話されるとね、見えてくることがきっとあると思いますので、せっかく行かれてるんで、いろいろあの向こうの方と触れ合ってきてほしいと思います。そうですね、はい、結構みんな忙しいんで、あんまり喋れないんでこれからですかねそっか、そうですよね、もう現実がね、の時間が流れてますものね。あ、うん、何かじゃあまたあの気づいたことがあったら皆さんに教えてくださいね。ああ、わかりました。はい。はい。他に何か気づいたことありますか？気づいたこと、ですね。ですね。そっち寒いですか？寒いですよ。うん。来た時も一応、暴風っていうふうに言ってたんですけど、なんとか晴れてこれたんですけども、一応雪はちらついてて、朝も結構雪降ってたんですけども、マイナス1度っていう形で、今はもう太陽が出て、あったかいですよ、雪もと、まあそこまで降ってなかったんであれなんですけども、あったかいですよ。あったかいって言っても、多分沖縄ではもうだいぶ寒いと思うんですけど、うんうん、5度、最高気温5度って言ってたんで、そうですね。うんうん、こんな感じですかね。どうですか、うん、寒いんで関係ないんですけど、はい、なんかあんまりひげが伸びなかったりしますね。毛穴が下がるのかわからないですけど。
そう思いました。自分の体の変化っていうことで。そうですね、体の変化をちょっと感じました。うん、あんまりないんですけど。うんうん、どれぐらいおられるんですか？金曜日までいます。あ、そしたらね、またあの仕事が終わった時間とかにね、いろんな人と話できると思うんで。あ、そうですね。はい、ぜひ積極的にいろいろ見聞きして来てください。あ、わかりました。はい。はい。じゃ、今日はありがとうございました。あ、ありがとうございます。はい、わざわざ。はい。はい、じゃ、失礼します。はい。いつもマイオアシスを聞いていただいているアルゴさん、リスナーのアルゴさんからの現地リポートでした。それでは、ここで一曲お届けしたいと思います。先ほどの大木マーク2さんからのリクエストで、サザンオールスターズ、希望の轍。
CM は聞こえないはず。だったんだけど、ちょっとバタバタしてから。これが入ってから取りに行くさ。時刻は9時35分を回っています。この時間は引き続きじゃないわ、この時間はこのコーナーです。ゆきちゃんとかまどおばあのゆんたくですけど、聞こえない。どうも、あ、ちょっとヘッドホン、あの、もう気を外した方がいいかもしれない、ね、はい、ちょっとヘッドホンが不調です、はい、生音で。あの、かまどおばあ、おはようございます。1週間ぶりです。そうですね、はい、今日天気も良くなりましたね。ツイキャス、ちびまるさんから来てます。ゆきさん、めぐみさん、かまどおばあちゃん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日も元気ですね。そうです、元気だけがとりあえずかな。アッキーさんから、かまどばあちゃん久しぶりっす、今日も元気かなってきてます。あ、元気です、アッキーさん、ありがとうございます。はい、今日は何かお知らせはあるんですか？お知らせね、はい、ちょっとお願いしますね、はい、あの、あさってか13日から沖縄市役所でね、はい、あのギャラリーの方で、あの、沖縄市の文化協会の写真部の展示会がありまして、でかまどおばあもその中に一人いるわけ、うん、あ、写真の被写体ってことですか？歌ってる？映す方、カメラマン。そうなんですか。いろんなことされてるんですね。一応うちののも1枚ぐらいはあると思います。へー、それでね、まあ、見に来てください皆さん。で、夜はね、あの、地下のね、売り順でまた交流会なんかもあるし。1日だけです？13日から何日間かあります。はい。で、あとは、あの、この松村久美さんとおっしゃるね、はい、写真家の方がいらっしゃいますけども、はいはい、うん、特に、あの、沖縄市の小座ね、銀天街、照屋、うんうん、小座十字路一帯をね、うんうんうん、特にベトナム戦争の時代の黒人街を特に写していらっしゃったんですね、はいはい、その写真展が 今現在も、あの、小座十字路から小座港向けに、うん、まあ、50メートルか100メートル行かないですね、うんうん、2、3分歩くと六葉社というのがね、はいはいはい、喫茶店がとってもいいところがありまして、うん、そこの2階でね、うん、あの、もう展示されています。1階にももちろん展示されています。私これいつあるのかなって待ち構えてました。あの、普段も何枚かはずっと展示されてるんですよ。それで、あの、それも見に来てください。これが六葉社での2階 で、はい、あの、小座ころというところがありますけどもね、うん、で、これかねと思ったらちょっと間違って、これはね、あの、何時ぐらいから開いてるんですかね。あ、このは何か、うち12時からだいたい、あの、喫茶店は開きますけど、ね、そうですよね、昼間開いた時は開いてた、で、夜遅くまで開いてますからね、あの、ぜひ
いらしてください、うんうん、ゆきちゃんも。はい、行かないと久しぶりに。あっこう、ね、ほんと雰囲気もいいし、雰囲気もいいし、ね、美味しいしね、また、うんうん、写真見るだけじゃなくてね、お茶もしがてら、うん、そうそう、ね、お茶も美味しいし、また人がね、いいんですよ、また、うん、ね、そうですよ ね、 ね、まあ、名前言ってもいいんじゃない、ママさんだから、末子さんって言ってね、うん、とてもあの私はね勉強不足だからさ、うん、いつもね、うん、言ってるように生まれて育った環境がみたいに、だからここの奥さんに、末子さんにいつもいろんなあのマナーとかさ、うーん、ね、これどんなして食べるのとか素直にね、うん、正直に、うん、これ食べ方わからないから教えてって言ったりさ、そういうあのもう本当にいろんなことをね習ったりして勉強になります。へ、私が行った時は、うん、あの私もテルヤにすごいあの思い入れがある方なんです。思い出もあるし、あ、その昔のベトナム戦争時代のテルヤの話とか聞かせてもらいました。はいはいはい、あ、もう何代目かですからね、うん、あそこお母さん時代からもやってらしたみたいですから、うんうんね、いろんなお話も、うん、私もその頃も多分テルヤにいたと思うんですけど、テルヤにいた時はあのその六葉社という喫茶店に多分行ったことなかったはずです。そういう余裕がなかったと思います。あのその認知症の母をずっと見ていたし、当時で子供もね子育て中でしたし、で事務所もその間借りして翻訳事務所してましたので、旦那はだからそういう環境がなかったと思いますね、自分のゆとりがね。だからもう今そこに夢中になって時々行きます、うん、いろんな勉強しに、ね、美味しいから食べながらね、うんうんうん、はい、今はねそんな余裕もあるんですね、出たかな、うんうん、少し楽しいですね、はい、うんうん、エンジョイしてますよ、はい、うん、だからぜひ食べながら見に来てください。はい、松村久美さんのね写真って、うん、これは内地でのものですけどね、これも言ってちょうだい。内地うち3月16日から4月18日、ね、これは場所はどこですか。富ちゃんの方が分かるんじゃない。んやばって、松村久美さんの写真展が、これでも小座十字路ってなってますけど、ん、小座十字路のこと、はい、あのトークショーみたいよ、ほら、あ、スライドトークショースライドトークショーは3、あの各土曜日にあります。3月21日土曜日、4月4日土曜日、4月18日土曜日にトークショーが、うん、スライドを見ながらトークショーがある、うん、これも面白そうですね。そうですね、だから今すごい行ったり来たり忙しいんですよね。で将来沖縄市に住まわれるって、今ねもうお家決まったかな。探していらっしゃるの。あ、沖縄の方ではないん。いえいえ違います。うん、でこれ会場は六葉社だと思いますよ。六葉社のだから2階2階の小桜っていうね、はい、あの場所があるんですよ。はい、いい加減な情報。これは小座のことね、はい、松村久美さん写真展ということで ね、はい、そうですね、検索してもらった方が確かか。絶対これ面白いんですよ。まだ見てないですけど、本当見たかったんで私も。あ、いつでもあのやってますから、1回にも何枚か貼られて、うんうん、あのいます。ぜひ、うんうん、ね、おすすめです、はい、そうですね、あのなごみの会じゃなくてユラティック会だな、長渕君、はい、認知症の人と家族の会のね、27日今月はね、第4金曜にあります、揚げ田の社協の方でね。でスマイル会が、スマイル会ね、うつ病の家族会ですけども、うんうん、第3土曜日この日高級日になってるね、21日ですか、そうそうそう、はい、がありますね、読谷のウィズアスというところでね、うん、はい、わかりましたね。今ねツイキャスにアッキーさんから、あそこのコーヒー飲みに行きたいですって来てます。ああ、行きましょう ね、 ねえアッキーさん、うん、ねえ本当私も行きたくなった久しぶりに。美味しいですよ本当に、もう引き立てからですからね、うん、すぐその場で引いて、うん、とっても美味しいです。なんか
あといっぱいレコードが置いてありますよね。そうです、ジャズの喫茶店ですからね、うん、あ、そうですよね、音楽聴きながらね、はい、ずっと流れていますしね、うん、はい、そうなんです、ぜひ遊びに、うん、小座十字路の飲みながら食べながら勉強しながら、私勉強しながら行くね、うん、小座十字路の、はい、あっちです。小座港に行くとき、あって言ったら分かるんです、ね、そう、小座港側なんですよ、うん、だから 2,3 分かな、うん、歩くとすぐですよね、うん、あの黒い、うん、看板が出てます、うん、で猫ちゃんがいっぱいいて、うん、そうですね、そうそうそう、うん、植木がいっぱいあって、うんうん、花とか見ながら、うんうん、ぜひぜひ、そうそう、で話飛ぶんですが、さっき沖縄市役所で展示されてるっておっしゃってましたけど、はい、そうね、されます、あ、まだ13日今から、はいはい、4時までかな、あの作品、うん、持ってきてちょうだいというハガキが来てますけど、おばあ、かまどおばあも写真家なんですね、ゆきちゃん出さない、あ、何出そうで、今から、そうそう、大丈夫よ、今からよ、いや本当、お友達にも伝えてちょうだいってみんな来てますから、ハガキ昔撮ってたのありますけど、 いつのもんでも大丈夫です、うん、はい、出しましょう急に、はいはい、はいはい、お願いします、ね、します、うん、よろしくお願いします、ね、それも楽しみ、あとですね、この今週月曜日に、あの沖縄市役所といえばね、はい、あのロビーコンサート時々やってるじゃないですか、あ、はいはい、それで、はい、今週の土日にあるニーウトウマチっていうのがミュージックタウンであるんですけど、はいはい、ニーウトっていうのはルーツミュージックですね、このコザのルーツの音楽を、はいはい、ウマチはお祭りですよね、はい、あの大事にしようというイベントなんですけど、これにもう大物民謡歌さがプレイイベントってこと で、うん、でね、はい、12時から12時45分までのね、40分間ぐらいの間にね、うん、この市役所のロビーホールで月曜日されてたんですよ、歌三振、はい、すっごい良かったですもう大変、もう節がらんってやつです職員だけでもね、うんうん、休み時間でしょ、そうそうそう、休み時間、うん、交代で休みされてるんですね、市役所だからね、このね、普通にあの窓口の横で、はいはい、真横で、うん、はい、あ、よかったね、もう超盛り上がってましたよ、もう本当に最高なので、あのこのその本番が14日と15日に、はいはいはい、ミュージックタウン音市場でありますね、はい、これも無料なので、はい、ぜひ皆さん民謡ファンの皆さん行かれてください、あ、うん、はいはい、あ、ほんとね、ニーウトウマチね、うん、はいはいはい、今なんか関係者が 4,5 名立ってらっしゃるようだったかなんかな、あ、もう準備されるんですか、ね、うん、早いですね、うんうん、さて今日はテーマね、変身ということで、はい、あのこんな自分になりたいっていうのをね あったら送ってねって言ってるんですけど、かまどおばあは何かありますか、変身、若返りたい、白髪を取りたいいいか、それなりに、うん、あの健康を取り戻したい感じ、うん、それなりにね、うん、やっぱりあの転んだりした時の後遺症が、うん、夢みたいにさっさっさっと走れないの、あ、もう短距離選手だったのにさ、うん、これできないのでも、うん、何、市のさ運動会とかでもね、あのあれね、上がったことあるのよ、だからこれが無理、もう、あ、うん、もう投擲だけだな、じゃあ通ってきて投げるやつ、投げるやつならできるかもしれんけど、うん、でも今でも十分お若いですよ、いや、ありがとうございます、はい、そうか、うん、変身かちゅうことでした、はい、ちょっと待って、こんな締めありか変身してまた来ようね、はい、来週までは、あのシディルですよね、シディルスディル、はい、スディル、スディル、なるほど、はい、ね、いい言葉でしょ、ですよね、スディル、カラーを、うん、こう取り替える、うん、そう、浮かするっていうことですよね、そう、浮かする、そうそう、卵がね、うん、パッとね、うん、そう、シディガフ、ああ、なるほどね、いいことをみんな知ってらっしゃるね、あの、うろ覚えなんですけど、うちなんちゅのことをね、うちなんぐちもすごい勉強してらっしゃる、やっぱり民謡三味線、あのすごかった。
すぐりちゃん元気？ああね、ありがとうございます。もう話飛び飛びで意味わからないじゃないですか。ごめんね、お嬢さんのすぐりちゃん。あ、それですぐりもんなってるんだよ。うんうん、すぐりもんっていうの優秀な人言うのよ。そう、かけてるんですよ。いや。そう。何だからシディガフってどういう意味ですか？一平二平デービル。あ、っていう意味なんですか？はい。あ、うちの口でシディガフ、まあ、その地域によって少々はね違いますけども。でもじゃあ語源をたどっていったらこの生まれ変わる幸せってことですよね。そうですね、はい。はら、だからタラマフツではシディガプーがつくんですね。このありがとうっていう時に生まれ変わる幸せっていう意味もこも込められてるっていうありがとうっていうのもまたすごい深いですね。知り変えるね。はあ。だからあの病気をしていてもそのまま自分らしくみたいに何も隠す必要ないよということね。生まれてくれてありがとう、産んでくれてありがとうってうちもね、あのろう者の母に言ったことあります。したらなんで一人しか産まないのにもっとね高く産めばよかったのにって言ったらさ、身長が低いから背がですか、うん、あんたね小さいけどねこっち可愛いよって顔あのジェスチャーでね、うん、こんなしよった、はいはいはい、それが何十年も思い出になかった。あ、そっか、ジェスチャーでね、ジェスチャーで聞こえないもん、うんうんうん、母国語を、ね、案内するときなんか大変苦労してましたからね、戦争中はタッチしないと聞かないから、ビニ塾って抵抗で来る、もうすごい抵抗で来るのね、もう落としたらすごい上来てますから、こんなしたら、うんうんうん、一生懸命それでも聞こえないんだから、うん、こう耕してるわけね畑を。もう私はその場でピーッとしてで打ってきとったの、爆あの機銃ね、弾バラバラバラって、うん、でも当たらなかった2人、うんうんうん、みんな周囲に全部落ちて助かったよ、うんうん、それで今80歳まで元気です、うんうん当たらなかったおかげでこうやって100歳まで行きましょうね、うん、いいお話を。どうするよきちゃん、どうする100歳まで来たら水曜日ごといや素晴らしい。もうあの時カマドーバーって言えるかね長寿番組にね、マイオシスやりましょうよ。そういえばあの松村久美さんってね、はい、この前川清さんの番組に一緒に出た時にここに隅っこに、はいはい、あの私を撮っていたのよ。あ、写真、はい、そしたら前川清さんの番組のスタッフの方がお前邪魔だからどけどけみたいなジェスチャーでこんなデレデレしてるもんだからあと出られたの、そういう思い出もあります。うん私が本当なのにってみたい。じゃあ時折こうやって沖縄コザを撮影されてます。はい、もういつもコザ、特にコザ十一郎、ぜひトークショーの時に行ったらねお話も聞けるんで ね、行きましょうね、いいですよね、うんうん、休み時間交代してメイクも、うん、あ、アッキーさんからねおばあずっと長生きしてよって来てますよ。 ありがとうございます、うん、歩けなくなったらまた右手支えてちょうだいね、この前みたいに、うんうん、はい、ありがとうございます。それではゆきちゃんとかまどおばあのゆんたくでした。また来週お願いします、はいはい、ありがとうございます。シリガフエンディング畠山みゆき、時刻は9時52分を回っています。今日はテーマ変身、こんな自分になりたいっていうテーマでお送りしてきました。この日常、毎週こうやってマイオアシスの、FM コザのスタジオで来て同じ机で同じマイクの前で話できる日常に感謝しつつ変化もしていきたいなということでこんなテーマにしてみました。皆さんからのメッセージいろいろありがとうございました。そうですね、シリガフっていういい言葉、ありがとうっていうね、生まれ変わる幸せ、シリガフ、いい言葉もおばあから聞けましたね。さあ、それでは
そろそろエンディングです。ある年の3月8日、シチリアでエトナ火山噴火、溶岩で1万人死亡。ある年の3月10日、東京大空襲、一晩で10万人死亡。ある年の3月11日、東日本大震災、津波で1万5889人死亡。災害で消えた人々に祈りを捧げます。残された人々が、今は変わり果てたふるさとを思うとき、今はもうない懐かしい日常が立ち上り、その胸を熱くさせます。今私がここでこうしているのはなぜだろう。きっともっと暖かくて穏やかな愛に出会う前の嵐。身を切られるような変化にさらされた人は、それはそれは大いなる愛に抱かれる兆し。少しの疑いもなく。リスナーの皆さんの新生活が目標を持って始められますように。3月11日水曜日、マイオアシス。お相手は田辺由紀でした。それではエンディング。畠山みゆきさんの我が美しきふるさとよ、お聞きください。じゃあね。リスナー同士の仲間意識っていうのは結構強いかもしれない。